はい、本日は東京農業大学食と農の博物館に来ております。はい、マリアちゃん。はい、あ、ホーリーさん。今年も始まりまして、はい、2週ね、経ましたけれども、はい、マリアちゃんの今年の抱負。今年の抱負、聞きたいな。今年の抱負はですね、自分磨きを頑張る1年にしたいなと思ってます。自分磨き。はい、マリアちゃん。はい、その抱負いいね。なんかめっちゃ飛んできたんですけど、稲持っていいねってダジャレですか？お、もしかして今日はお米ですか？マリアちゃん、さっきからめっちゃお米が飛び散ってるんですけど、はい、鋭いね。わかりました。はい、はいはい、ということで本日のテーマは、江戸っ子とお米。江戸っ子とお米、はい、おテーマに巡っていきたいと思います。はい、収穫のダンスですか？およそ2000年前、縄文時代の終わり頃、日本に伝わったお米。2階に江戸時代の農業の様子が分かるものがあるということで、早速向かいました。江戸っ子にとってお米はどんなものだったのでしょうか？あ、お家、ほほほほ、お家がある。何これ？古民家だね、要はこの。へー、こんにちは。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ようこそおいでくださいまして。副館長を務めていた梅室さんにお話を伺いました。こちらには江戸後期に建てられた稲作農家を再現したものと、古めかしい道具がたくさん。これらのたくさんの道具は一体どういったものなんでしょうか？これはですね、全国 の、 あの農家で使ってた道具です。へー、はい、じゃあ江戸時代に使われていたものもあるんですか？あります。実際に農業に使われていた農具、中には江戸時代から形を変えないものもあるんです。こちらの道具は何ですか？これはですね、踏み車と称して。踏み車。水をですね、はい、用水路から田んぼに上げる水車です。これで水を田んぼに撒いてたんですか？はいはい、逆にですね、水の多いところでは排水のためにも使います。へー。お米作りに欠かせない足踏み式の小型水車、踏み車。図のように水車の上に人間が乗り、羽根車を階段を上るように踏むと、体重で車が回って田んぼに水が流れ込む仕掛けです。なるほど、はい、歩いてるんですね。すごい。これなんかよく教科書とかでも、これはなんか稲をどうする道具なんですか？ですね、これは運ぶためのもあるし、はい、それから選別するのもあるわけです。あ、穀物などを運ぶのに使われていた荷、ふるいのように揺らしたり、風を起こしてもみと藁を選別するのにも使われたそう。さらにこちらは風の力でいろいろな選別ができた稲荷。本体の中の手回しの送風機で風を起こすと、上部から入れられた混合物に含まれる軽いもみ殻や藁くずは風で吹き飛ばされ、重いお米やもみは下に落ちる仕組み。やってみます？いいんですか？どうぞどうぞ、やってください。回しで。マリアちゃんが稲荷を動かすことに。お、ね、そうするとこっち風来ます。あ、本当だ、うん、風来てる。軽いですね。そうですね。それで、はい、重いものはこっち落ちる、はい、軽いものは出ていく。あ、に分けます。すごい、はい、家屋の中にも入ってみました。早速中に入らせていただきます。お邪魔します。お邪魔します。おー、すごい、所狭しといらんの道具が。あ、こちらは、これは雪国で履く雪靴ですね。わら、わらで作った。わら、はい、
寒い冬に欠かせない雪靴や雨や雪をしのぐミノなど、お米作りを終えた冬の閑散期には藁で生活に欠かせないものを作っていたそうです。とここで今回特別に雪靴を履かせてもらえることに。いいですか？あ、どうぞどうぞ。いや、憧れだったんですよ。あ、軽い、とても軽いですフォーリーさんめっちゃ似合いますよ。一緒。どうですか？めっちゃ似合います。今年の冬は藁のブーツ江戸時代の農家は収穫が終わった後の藁も活用していたんですね。続いては江戸時代のお米はどのように精米され食卓に届くのか。創業110年を誇るお米屋さんにやってきました。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。江戸時代のお米作りってどんな感じだったんでしょうか？この江戸ではね、水田ほとんどなかったんですよね。あ、江戸にはなかったんですか？そうそう、だからここは作るというより、はいはい、日本で大消費地、お米っていうのは年貢で日本全国から江戸と大阪に集まってくるもんです、はい、ただそれは玄米、いわゆる剥く前の状態で集まってくるので、はい、食べるところ江戸で精米をしてそのまま食べたっていうのが文献にもよく残ってます。あ、江戸で精米してたんですね。そうですね。どのように精米してたんですか？動力は水とかね、あと人力、はい、人を押したり、あと馬で回したりしながら少しずつ皮を剥いたっていう精米方法でした。江戸時代、精米技術が向上し、江戸では白米が大人気、盛んに食べられるようになりました。ちなみにね、うちは古式精米って言って、その原理を使った動力の精米機を今でも使って、江戸時代と同じ。そうそう、方式は全く一緒。そこにありますから見に行ってみますか？本当ですか？最初見たいです。はい、行きましょう行きましょう。令和の今でも江戸時代と同じ原理で精米している場所がこちら。これがね、精米機なんです。こちらですか？江戸時代に水力や人力で脱穀していたやり方のまま動力をモーターに置き換えただけの機械。今の精米法より7倍以上の時間がかかるそうです。これが玄米。じゃあ精米機に入れていきますね。はい。ここから出てくるからね、香りと色をよく見ててください。はい。まず一回皮を剥きます。おお、すぐ終わるからね。いい匂いする。玄米の匂いですね。ゆっくり丁寧に米同士でこすって脱穀するため、米の温度が上がらず良い香りや旨味が残るそう。あー、ちょっとだけ白い。おう、まだ1回目だからね。今の工程で少し色が薄くなったのがお分かりでしょうか。炭田屋ではこの工程を7回繰り返し、私たちが知る白米が出来上がるのです。はい、今見ていただいた通り、はい、うちはゆっくり丁寧に時間をかけて剥いていってます。で、実はね、この方法でいってもうちの精米用は白いんだね、まだ江戸時代に比べて。あ、江戸時代の白米はどれくらいなんですか？そうね、江戸時代の白米はね、これぐらいだと思います。要は本当に臼と杵でトン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 やるので、やっぱり皮が剥けないんだよね。江戸時代の白米は現代の白米ほどは白くなかったそう。江戸以外の人、はい、産地の人は玄米で食べてることが多かったとか、これぐらいの人が多かったらしいんです。で、ここまで来るともうご飯にすると白くなってくるから、はい、銀シャリっていうふうに言われますよね。だから美味しくなって食べてもらったということです。実際にね、これぐらいのおにぎりにしてあるから、はい、食べてみますか？食べてみたいんです。江戸時代の頃の再現してあります。食べてみましょう。
江戸時代の白米で作ったおにぎりのお味は？これがね、江戸時代に食べてたと思われるであろう精米歩合にしたご飯のおにぎりです。それではいただきます。お召し上がりください。びっくりするぐらい甘い。そう、この甘さっていうのはね、ぬかの下についているうまみそうなんですよね。本当に甘い、これ美味しいよね。めっちゃ美味しい。私現代の白米よりも江戸時代の白米の方が断然好きです、あ、それは嬉しいですね、はい、ここでちょっと一息、小町ランチ。今回の小町ランチは昭和51年創業、先ほど精米について教えてくれた隅田屋からお米を仕入れているボーボージュ。はい、失礼します。うわー、曲げわっぱだ。いいね。名物は曲げわっぱに入ったお弁当ランチ。せーの。うわー、すごい、美味しそう。迫力満点ですね。ご飯が見えない。マリアちゃんが選んだのは一番人気の油の乗った鮭ハラスと3日間漬け込んだ鶏塩麹焼きが乗った豪華な海苔弁。いただきます。最高。お弁当で冷めてるのにお米一粒一粒が立ってて、お米の甘みと油の乗った鮭ハラスがもうぴったりです。油の乗りがいいですね。で、この塩加減がいい塩梅、幸せ。私が選んだのは亀戸の老舗味噌店の最強味噌でじっくり漬け込んだ銀だらの最強焼き弁当。美味しい。ものすごくまったりとした味。お味噌のこのまったり感がこの脂のよく乗ったお魚に絡まることによってより重厚感が増すっていうか、お米さっぱりしてるからしっかり味のついたお魚っていうのがすごくよく合いますね。突然ですが、ここでスタジオのあやちゃんにクイズです。こちらのボーボージュさんでは1日にお米を1升から 1.5 升炊くそうなのですが、お米を研ぐときにキッチンにあるものを使うことでお米の炊き上がりが抜群に良くなると言います。それは一体何でしょう？1、菜箸、ろ、お酢、は、砥石。10秒でお答えください。10、全然わかんないけど、全然わかんないけど、全然わかんないけど、お酢、4、お酢、3、なんで？なんで笑うの？みんな失笑してる。菜箸でした。そうなんですって。千枚の時に手じゃなくって菜箸で混ぜるっていうのがポイントっていうことなんですね、はい、手で混ぜる時にお米が割れてしまったりする可能性があるんですけども、菜箸を立てた状態でぐるぐるこう回す感じで20回ほど、そうするとお米が割れずに綺麗なこう立ったお米の状態で炊けるようになります。立ててぐるぐるですね、はい、そうですね。あ、覚えておきます。やりましょう、はい、立ててぐるぐる、はい、お腹もいっぱいになった私たちが続いてやってきたのは南青山。江戸っ子とお米についてこれまで学んできたけれども、はい、実は現代人とお米の関係っていうのはちょっと変わってきてるみたいなんだよね、はい、ちなみにマリアちゃんって美容に興味はある？もちろん、一応女優ですしね。あ、そうですね、女優さんでした、はい、女優さんでした。女の子ですから美容にはもちろん興味ありますね。でしたらお喜びいただけると思います、こちらのお店に伺います。ここですか？はい、めっちゃ楽しみ。訪れたのはお米ブランというお店。店内にはオイルバターやリップ、ボディオイルなどおしゃれなスキンケア用品がたくさん。でもお米との関係は？店長の川野さんにお話を伺いました。こちらのお店はどういったお店なんですか？
米ぬかってご存知ですか？お米の外側の茶色いところですよね。そうです。その米ぬかを使ったあの商品だったりを取り扱っているお店になっております。よくぬか漬けを作る祖母の手はすべすべとか綺麗っていうのって聞いたことってございますか？確かにあの私のひいおばあちゃんもぬか漬けしてたんですけど、はい、ばあちゃんの手は本当ツルツルのすべすべでした。そうですよね、はい。美容効果があると言われる米ぬかアイテムを早速体験。こちらですね、オイルバターという商品になります。あ、滑らか、いい香りがする。ね、香りもあるし、あ、でもなんか自然にしっとりする感じがある、うん、つやつや。ちなみにね、マリアちゃん、米ぬかって、はい、あのこういうちょっと油分があるんだよね、はい、なのであのぬか袋とかに入れてお風呂に入った時にボディーソープ代わりに使ったりとかっていうことはしていたんですけど、もうその進化系で今はこういった商品になってるんですね、はい、最近特にちょっと年を取ってきたなって感じることが増えてきて喧嘩するのかな？そうじゃないんですよ。喧嘩売ってないですよ。売ってないんですけど、もう38歳なんですけどあのちょっと油分が足りないななんて。そうなんですよ。何かおすすめのものとかあったりしますか？そうですね、飲める米ぬかっていう商品がございます。そうなんです。米ぬか飲めるんですか？はい、まあ、ぬか漬けとかは江戸時代もありましたけど、はい、そのものを中に入れるっていうのはちょっとなかったですね。そうですね、ぬか漬けだってぬかは取れますもんね、うんうん。マリアちゃんはビタミン成分たっぷりのイチジクが入った飲める米ぬかをオーダー。美白効果が期待できるそう。それではいただきます。うん、あ、米ぬかの味する。え、米ぬかの味がする。なんかあのお米っぽい、お米っていうか香ばしい香りがします。もうなんか栄養詰まってるものをいただいてるっていうのをすっごい感じます。あ、もうなんか潤ってきました。いや、即効性があるんです。私は体内の老廃物を吸着してくれるという竹炭入りの飲める米ぬか。いらないものを排出してデトックス効果が期待できます。へえ、いや、竹炭もぬかもかつて食べたことがないもんだから、はい、あ、こういう味なんだっていう。炭とぬかだけだと思ったりしすぎてガサガサしてるのかもしれないが、うまーく中和してくれてるから、これだったら体に入っても体にいいっていうのが分かりますね。江戸の人に教えてあげたい。炭とぬかは食べれるようになるんだよ。レイワ、レイワ。さあ、マリアちゃん、今日はね、江戸っ子とお米について学んでまいりましたけど、はい、いかがでしたか？江戸時代の人にとっても、うん、もちろん食べるだけじゃなくって服にして着てみたり、うん、この美容だとかその生活に欠かせない大切な存在だったんだなって改めて思いました。せっかくこの米ぬかスムージーと出会えたんで、これからも続けていきたいと思います。さすがマリアちゃん、女優さんだからね、はい、ぬかだけにぬかりないね。お後がよろしいようで。